はいどんパラプンんてい、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は大阪高断首位追撃、新潟は赤敗ということで、まあ正直ね、見ていて非常に面白かった、えー、楽しませてもらったゲームにはなるんですけども、本当ね、上位のヴィッセル神戸相手に新潟もね、よくやったんじゃないかっていうゲームには、 なってきます、まあよくやったで終わってはいけないっていうのがやっぱ新潟の、えー、ところにはなってきますけれどもしかしまあレベルが高いところもね、えー、見せてくれたんでまあ見てる側はほんと楽しめたゲームなんですけどもただまあ当事者たちはハラハラドキドキの、えー、ゲームだったんじゃないかっていうところでございますけれどもさあ、えー、この試合の振り返りとそして最後の方に、まあ、順位表の確認の方もですけどもねやっていこうと思ってますよろしくお願いいたしますということでまずこちら これが、えー、この試合のスターティングメンバー及び結果にはなってきますけれども新潟神戸01ビッセル神戸勝利ということでございます、まあ、左に出しているのがこの試合のスターティングメンバーになりますけれどもちょっとビッセル神戸は本田選手とかは、ね、試合中はトゥーレル選手のアクシデントとかちょっとあってバタバタ していたようでございますけど一あね、ヴィッセル神戸選手層が熱いなという感じがすると同時に、しかしセンターバックのところ途中から酒井剛徳選手がね入っていましたんで若干これは補強の可能性も、えー、今後あるんじゃなかろうか、もうもちろんトゥーレル選手とね本田選手次第にはなってきますけども、ちょっと、ね、酒井剛徳選手が、えー、途中からセンターバックやるような現状で、 だとですけどもね、まあ、もしくは他にも、ね、ルヴァンカップで何人か出ていた若手の選手が確かいたと思うんですけども、まあ、そういう選手たちに機会が、えー、回ってくるんじゃなかろうかでちょっとセンターバックのところはヴ、ね、ィッセル神戸、えー、気にはなりますよね。てことで、まあ、この両チームの試合前の状況としてはですけども、ね、まず新潟はやっぱ残留争いをしているチームに少しでも、えー、プレッシャーをかけたい話、まあ、していきたいというところには、えー、なっておりました。まあ、新潟も、ね、完全にどっぷり残留争いって っていうよりももまままあまだだまだ大丈夫だけどもちょっと、ね、話しておきたいかなちいうのが新潟の現状と思うんですけども若干まあ結果としては、ね、プレッシャーを明日のクラブに与えることができなかったかなというのがあります。で、ヴィッセル神戸に関しては、ね、明日ゲームがある横浜 F ・マイナスとかね、えー、上位のクラブに対してはプレッシャーをかけることができたんじゃないかというゲームにはなりました。で、失点シーン、ヴィッセル神戸の得点シーンにはなりますけども、まあそこだと星選手は受けた後にまあ前進するか、まあ、パスを すか悩んだんじゃないですかね正直ね前進できないこともないけどもしかしまあちょっと厳しいから中 ところでしたねただ、あそこをね、まあ、僕がもし前進という選択肢がね、星選手の頭の中にあったとすれば、その選択というかね、ねその選択肢自体は悪いものじゃなくて、ただ、そこの状況判断、まあ、本当に前進することがいいのか、それともえパスを選択すべきだったか中う判断はちょっと中途半端になってしまったというところでしょうかね。ただ、あそこをね、前進することができれば、2枚剥がせることができたんで、まあ、チャンスにもなっていたんで、まあ、新潟のサッカーってそういうね、パスを受けた選手が、え前進 してていいくというのも結構重要ななポイントにはなってきまますんで、まあ、前進という選択肢が頭の中にあったこと自体は僕は間違ってはいないと思います、まあ、それがね僕はちょっと星選手の頭の中見てみないと分かんないんですけれども、しかしまあ仮にですけども、ね、あそこから前進しようとした結果ね、ね中途半端になってしまった、まあこれはちょっと残念な結果にはなりますが、まあ、選択肢の中に前進するそこのね気持ちを、えー、見せようとしたという選択肢自体は間違っていなかった、しかし、ね、結果としてはですけどもね、えー、大迫選手のゴールでヴィッセル・コペが、ね、先制。 とといいうこででございましたねでやっぱ福岡戦もねそうなんですけどもヴ、ね、ィッセル神戸ほ本当ミスを見逃さないですね、本当に、ね、こう網をかけるのうまい相手のミスを誘うのもうまいですしその後ね、まあゴールに向かっていく姿勢中ですけどもね非常に圧をかけてきますんでで大迫選手のゴールということでまあ、これが結果、ね、決勝点には。 なりましたで新潟に関してはやっぱ右サイドに入った松田選手、ですねこの選手、確か横浜 F ・マイナスの方からレンタルで来ていて僕は好きな選手なんです、去年ね去年の J2 時代のプレーを見ていてね僕はこの選手のこの推進力っていうところ、えー、右利きで右サイドなんでクロスワークもスムーズなんですよね、まあ、やっぱね自分で縦に突破してそのままクロスを上げることもできますんでまあ、これがだから同速同サイド選手のまあ利点にはなってきますけれどもそういう松田選手のこ戦 のこ試合後のスタッツなんですけども、ね、19本アルベックス新潟シュート19本打って枠内16本打っているんですよね、まあ、シュート19本で枠内16本いやそれは本当に素晴らしい数字にはなってきますし、まあ、何本か、ね、前川選手のスーパーセーブに、えー、阻まれてしまったというシーンもありますがただこの枠内16本は打っているんですけども、まあ、16本打った割にはこうねああのシュートシーン 惜しかったね中心がまあ何回かあった程度からまあもちろんねさっき言ったねもう正直前川選手のスーパーセーブでどうにもならん中心もあったんですけれどもまあ十六本で数字は確かに、えー、高い技術のせあのー、ね証ではあるんですけれどももうちょっとこうね決定機地のを作れればよかったかなというのとしかしまあヴィッセル神戸の守りもやっぱりカンダで乱れないんですよねさっきね枠内十六本打っているち話はしましたけれどもしかしまあヴィッセル神戸のこのね、えー、守りまあ本当しっかりセット ちょっとした状態で守っていますし、まあ、最終ラインの、ね、選手がミスをしないっていうのもヴィ、えー、ッセル神戸の強さなんで確かに新潟チャンスはあったし実は枠内に16本。 放っているんですけれどもしかし、まあその時の状況からして、ですけれどもね割とヴィッセル神戸はセットした状態、まあ、変にこう崩れることなくというところなんで、なかなか崩すのは、えー、難しかったんじゃないか、本当に新潟に関して得点の匂いはしましたし、正直ね、ね1点、2点入っていてもおかしくないゲームでしたし、まあ1点入っていれば逆に、えー、2点目入っていたんじゃないかというゲーム展開かなーってのを、えー、感じますんで、ただヴィッセル神戸、ね、本当こう崩されていないんですよね、本当セットされた。守備中の 20分間継続したんでだからまあ枠内にしっかり新潟も飛ばすことはできているんですけども楽にこう、ね、シュートを打ったシーンってそんなに、えー、なかったのかなってのは感じます、まあ、だから本当、ヴィッセル神戸っていうチームのこの,、えー、守,備の守備の強さですよねもう正直、新潟はやりたいこと結構やれたと思うんですこの試合に関してはもう新潟がね、えー、今シーズンだけじゃなくて昨シーズンから、えー、積み重ねてきたっていうところですけどもねこの試合、十分、えー、体現することができましたし、ね、本当それは僕はやっぱり新潟、まあ、上位のヴ、ね、ィッセル神戸は よくやったなっていうのと反面しかしまあやっぱり最後のとこヴィスル神戸は硬いなそして新潟の決定力不足っちのをちょっとえ感じたゲームにはなりましたただやっぱりこう松田選手さっき言った松田選手だけじゃなくてですけどもねこのえ水戸選手とか小見選手とかもねこう見ていてやっぱ負けていないですよねまあこの子の打開力とかね1対1のプレーとか見ていて本当に負けていないまあ新潟の選手が質的に劣ってるなんてことは全く感じずなそんなゲームではあったんじゃなかろうかとまあしかしね本当に新潟の選手は負けて いなかったですよねこの個の能力っていうところ、え個人能力とか個人打開とか組織というところでは全然ヴィッセル神戸に負けていなかったと僕は思いますんでやっぱりあとは、ね、誰が点を取るかっていうところでしょうかね、まあ、もちろん得点の匂いがする、ね、選手って何人かいるんですけれどもこれが今後の新潟の課題かな、まあ、グスタボ選手がここあの途中から入ってね、まあ、グスタボ選手、ネスカウ選手はやっぱ高さもありますんでターゲットマンになりますがただね、ね新潟のサッカーってこう トマに向かってクロスボールをどん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 入れていくみたいなサッカーではないんで、ちょっと前線まあグスタボ選手の足が止まってちょっと受けに回ってしまったまこうね背後を狙うみたいなシーンもそんななかったんでねそこはちょっとね逆に新潟らしさを失ってしまったえ要因かなっていうのを感じましたま本当ねグスタボ選手一発がある選手にはなってきますがただね新潟のこうゲーム設計とかゲームモデルの中でじゃグスタボ選手をどう活かすかとかねえグスタボ選手まあ前線の高い選手 クロスボールを当てておいてみたいなところってあまりこうね設計図の中にはないと思うんですよね、まあだから今後誰が点を取るかとかね、まあ、ある程度、ちょっとゴール前での、えー、戦い方を変えるグスタブ選手を使うのであればそういう高さをね、えー、活かせる選手がまあ、点が取るみたいな状況を増やすみたいな、えー、ところは必要かもしれませんしねほんとクオリティは新潟高いんですけどもねちょっとただねレベルが高いものを見せてくれたんじゃないかと感じますけどもね。はい そして最後では順位表ですね。まあ、順位表中が今回、金じなんでね暫定の、えー、順位表にはなりますけれども一応こんな感じですね。えー、まあ首位のマイナスは今節も変わらずというところにはなりました。ただ2位にヴィッセル神戸、暫定2位にヴィッセル神戸が浮上というところなんでねただ明日のグランパスの結果次第では、えー、またね転落してしまう可能性もあるというところヴィッセル神戸は、ね、一試合消化少ないんですよね。だだから、ね、このの表情ほんと不思議なのが、ね、アルビリックス新潟け、えー2 20試合やっているんですよね今日対戦したヴィッセル神戸はですけども、ね、1試合、この、ね、川崎フロントライトのゲームが、えー、残っていますんでだからこそ、ちょっとねこれなかなか珍しい順表ですよね。1個だけ、ね、チーム数あの試合数が多いクラブが、えー、あるというのはですけどもね。ということで、まあえー、新潟、だから勝ち点が、えー、と21で13位,か、えー、13位というところでだから明日の結果次第、京都とガンバの結果次第ではちょっと残留争いというところもねちらほらとちょっと気にはなるかも。 知れませんがただね、ねこの平均価値点を見ていたたときにまだ新潟1.05あるんですよね。ででまあ、残留争いの基準というのが、まあ、この平均価値点が1.0って言われております。逆に、ね、優勝争いの平均価値点は2って言われていますんでね、まあ、十分、ヴィッセル神戸もこの優勝の、まあ、必要なペースですよね。平均価値点的には十分あるというところにはなってきますんでこの平均価値点というところを割と見ながらですけどもねやっていけばあ、ここまでが大体残留争いのまあペース に巻き込まれつつあるのかのか感じるところになってきますけどもだから明日京都ガンマの結果次第では新潟が15位までえ落ちる可能性もあるというところなんでねちょっと明日以降のゲームですけどもね、えー、ちょっと注目して見ていこうと追っていこうと思ってますけどもねはいということでここ以上になりますね以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのツートでしたよかったらチャンネル登録ますさら